3月31日にこの大学は退官しました。あの付けでこの大学の名誉教授になりまして、はい、もう一つの肩書きっていうのは僕はあの、実はジャズトランペッターでして、その2つの肩書きでこれからまで生きることになります。で、今日のお題はウクライナ危機から学ぶ日本、じゃあどうするかって話で、そこを多分90分話し切っちゃうと思います。で、せっかく秋田まで来たんですから話し切ろうと思います。じゃあ行きますね。まずあのこの戦争のことを語る前に、断っておかなきゃならないことがあります。それがこれです。多分戦争を語るとき、特に他人の戦争を語るとき、多分自分の原体験から考えるってことは絶対これあると思うんですよね。だから日本でも、これ日本の学者の中でも、このウクライナ戦争に対するスタンスというのは世代によって違うんです、結構。で、僕のパーソナルヒストリーをちょっとお話しします。これは絶対僕の考え方に影響を及ぼしているはず。で、今回ウクライナ戦争が起きてみて、初めて改めてそれに気づきました。そのお話をします。この写真です。白黒です。実はこれ戦前のものです。実はお袋の写真なんです。前に女学生が3人写ってます。で、お袋は一番左のアンパンみたいな顔したしげ子と言います。親一人子一人で育ちまして、3年前に97歳で他界しました。僕の腕で亡くなったんで、ハッピーディパーチャーで、その母親の話をせざるを得ない。で、こう何の変哲もない写真ですけれども、ちょっとこれ背景日本っぽくないでしょ。これサイパンで、お袋は元は伊勢崎家というのは八丈島に島流しされた多分政治犯だと願いたい。で、それからあの小笠原に入植して、これ全部戦前の話ですね。で、小笠原生まれなんです。お袋が3歳の時に伊勢崎家一族郎党サイパンに入植したんです。で、お袋のお父ちゃん、僕のおじいちゃんですね、はいわゆる戸籍主と、今は世帯主って言いますよね。で、戸籍主ってのはなんか一族労働主になった。多分30名から40名ちっちゃな子供も含めて全員サイパンに入植したんです。で、当時のサイパンっていうのは、まあ、当時の日本というのは軍国主義で、南方政策ってのがありまして、グアムとかフィリピンの近くまで入植して大東亜共栄圏を作ろうみたいな、そういう時代ですよ。で、そういうわけでその軍属としてサイパンに渡ったわけですよね。で、女学校もあったそうです。日本人社会がちゃんとありまして、お袋はここのサイパンの女学校の出身なんです。これ16歳か7歳ぐらいの時で、戦争が始まるわけです。太平洋戦争がですね。そしてあれいつでしたか、1940何年、サイパンに上陸するわけです、アメリカ軍がですね、はい。これ米兵が、米軍が取ったものですけどもね、サイパンに、侵攻した時ですね、はい。まあ、呼びかけたわけです。特に住民に、降伏しなさい、投降しなさい、何もしないから、ね、これマイクロフォンですね。ところが住民はそれに従わずに、従った住民見ますよ。で、はい、これ飛び降りたわけです、はい。天皇陛下万歳って言ってですね。これ今この崖というのは次の写真で見せますけど、観光名所になっております。万歳クリフ。クリフってのは崖っていう意味ですよね。で、後でなって知ったんですけれども、お袋が95歳の時に亡くなる2年前ですね、知ったんですけれども、あの戸籍を調べて記録を調べてですね、それを届けたのが、3人生伊勢崎家は生存者がいたのかな、そのうちの1人だから、お袋のお母さんが、ね、役所に届けたわけです、戦争が終わった後ね。で、3、4名を残して、僕のお袋とお袋のお母さん、弟かな、それを残して全員玉砕しました。ここで全員です。全員あそこから飛び降りたんです。これがファミリーヒストリーです。で、僕のお袋はですねなんとこれ95歳の時、泣く泣く本当にダダをこねて、行かない行かないっつったんですけど、行けっつって来いっつってサイパン行ってきた。僕も初めてなんですけどね。で、お袋はね、多分皆さんの中でも戦争を直に経験した人 いなさそうですね。多分2種類の人がいると思うんですね。多分沖縄でもそうだと思うんですよ。で、一つはやはりこの悲劇を語り継ぐね、こんなことが起きない、それはありますよね。僕もどっちかというとその派です。ところがお袋は違ったんで
です。過去のことはどうでもいいと。過去のことにこだわると恨みが、それは今日明日将来良くないよ、忘れよう、明るくこれからを生きよう、そのタイプだったんですね。だから一切この伊勢崎家のこの悲劇を僕は知らなかった。お袋から聞いたことがなかった。でも思い出すのはもうすでに他界してますけども、お袋のお袋、僕のおばあちゃんは違った、玉代さんって言うんです、生存者の一人ですからね。で、伊勢崎家のその戸籍の記録として残した人、今思い返すに多分僕が中学生の頃ポロポロと語ってくれた。おばあちゃんが僕に語ったことというのはこういうことです。日本兵は投降者、あ、もちろんね、戦死した何千名という日本兵死んでますけど、ばあちゃんが言うには降参したと。でも住民は誰から命令されたわけでもないのに信じ込んでた。どういうことかというと、鬼畜米英の時代ですからね、アメリカというのは悪魔である鬼であると。だからあんな奴らに捕まったら女性はレイプされ殺される、男性は奴隷のようにこき使われ拷問され殺されると。そんな恥ずかしめに遭うのであれば、天皇陛下のために自ら死ななきゃいけないと。誰から命令されたわけじゃない。でこう信じきってみんなそれに従って、だから自発的に飛び込んだんです。で、バージャーが言うには捕まって、まあ捕虜収容所にね、しばらくいたわけですけれども、特に米兵は、特に女性と子供は手厚く保護してくださったそう。まあ沖縄はちょっと違ったストーリーになってますけど、あとばあちゃんが言うには米兵は非常に丁寧に扱ってくる。ってことはどういうことかというと、住民が信じ込んだ、自ら信じ込んだって嘘なわけです。これ嘘で死んじゃったわけ。それも誰に命令されて、後ろで銃を突きつけられて飛び込めって言われたわけじゃなくて、みんな自分の意思で死ぬ。なんて言ったらいいんでしょう。忖度、同調圧力、死の、そういうことですね。この写真の説明ですね。これが95歳だから今の5年前ですね。今、バンザイクリフはこんな感じで観光名所になっております。で、お袋の横にいるのは誰か。お袋の孫です。僕の長男です。嫌がるお袋を連れて行った一つの言い訳を作ったわけです。その言い訳というのは、なんと、この、僕の長男は陸上自衛隊員です。別に僕が勧めたわけじゃないですよ。自分の意思で日本のために働くという。で、僕もちょっと驚いたわけです。まあ、お袋に言ったわけです。あなたの孫が兵隊になる決心をしたと。自衛隊は兵隊かというと、まあ、非常に問題はありますけど、まあ、国際法的には、はい、軍隊です。あれは。正真正銘の軍隊です。で、伊勢崎家のストーリーを話してほしいと。で、日本の軍隊が二度と国を守るだけじゃなくて、その領域を広げるという野望のために、外に出かけるようなバカなことをしないように孫に伊勢崎家の話をしてほしいと、それで泣く泣く言ってくれました。さすがにここに来た時は震えてましたけど、手を合わせ、今現代にも起きている戦争で、今僕が話したこととつなげたい問題というのはこれです。ある意味第二次世界大戦というのはみんな動員されたわけです。本当だったらね、国と国が喧嘩するんだったら軍隊と軍隊が正々堂々と果たし合いやればいいわけでしょ。軍隊ってそういうためにあるわけね。この競技場でね、やるように ねやればいいわけでしょ。 それね、そうじゃないわけです。英語で言うとコラテラルダメージ、第二次被害って言います。これ市民の犠牲です。それが大きかったわけですね。何百万人とし、ここから第二次世界大戦後の国際社会は一応国際秩序、こういうことはないように一応努力をし始めた。その話をします。それは国際法の話なんですけどもね。対戦中はみんな動員されました。だからナチスに抵抗したパルチザンだとか、かっこいいじゃないですか。映画の題材になっててでしょ。映画の題材になるぐらいだからかっこいいわけですよね。抵抗する市民が、軍隊だけじゃ立ち行かないから市民が立ち上がる。今それやっちゃいけないですよ。日本もやらかしたでしょ。中国爆撃したでしょ。便衣兵って言葉覚えてます。つまり敵国には無効な市民はいないと。みんな便衣兵だよ。兵隊の仲間だよ。準兵隊みたいな。だから無効な市民はいないんだと。だから爆撃して構わない、無差別攻撃ってやつです。それが起きる。同じように日本は全員がもう兵隊のマインド持ってる。日本人はみんな気が触れてる。天皇陛下以下全員同じだって言って、多分アメリカは広島長崎に原爆落としたわけでしょ。アメリカの中でも戦前から平和論者っていたんですよ。戦争に反対する。そういう人たちがやらなきゃいけない。未だに反省してません。アメリカ人は。あれが必要だったと思ってるわけです。無効な市民はいないということ。この無差別攻撃が縦横無尽にやられた第二次世界大戦から、一応国連ができ、まあ、国連は国際連合って訳してるのは日本人だけですけどね。あれユナイテッドネーションで連合軍なんですけど、実は。だけど国際法の歩みがこういうことを繰り返さないの。今では、後でちょこっとお話する、あんまり今日は難しい話しません。国際法の中で代表的なのはジュネーブ条約、皆さんよく聞くでしょ。ジュネーブ諸条約って正確に言うんですけど、第一第二追加議定書みたいなのがあります。そこまで話しません。そういう条約がいわゆる戦争犯罪を規定してるんです。
やっちゃいけないこととして捕虜を虐待しちゃいけないとかね。でも一番やっちゃいけないことは一般市民を傷つけるってことです。だから軍隊には識別義務というのがあります。軍隊ってみんなユニフォーム着るでしょ。あれ別にサバゲーのノリじゃないんですよ。一般市民じゃないってことを敵に分からせる義務があるわけです。戦闘員だけが戦え、正々堂々と戦えっていうのが基本なんです。ってことはどういうことかというと、国際法はジュネーブ諸条約を中心として一般市民を守るためにある。その市民が動員されてしまったら戦闘員になるんです。もう保護の対象ではなくなるんです。それが戦後の国際法の大きな進歩。これがどん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 これ発展してるんです。人類は捨てたものじゃない。みんな国際法をバカにしますけど、戦争を止めるための国際法、戦争起きてるじゃない、国際法なんて意味ないよって皆さん言うでしょ。だったら刑法も意味ないですか。人殺しちゃいけないでしょ。でも刑法はあるじゃないですか。刑法意味ないんですか。法というのはそういうもんじゃないですよね。だから現代の国際法においては市民は動員されちゃいけないんです。なぜかというと保護する対象ではなくなる。だから僕は頭に来たわけです。もちろん今回のウクライナ戦争ではそれは侵略したロシアが悪いに決まってます。そんなこと分かりきってます。この20年間でアメリカはもっとひどい侵略をやりました。イラク、アフガニスタン。アフガニスタンの話は後でしますけれども。プーチンも悪いけれども、悪いのはプーチンだけではありません。ね。でもう一人僕は許さなかったのはゼレンスキーという男です。なぜかというと、開戦当初、去年の2月24日、始まりました。何て言いましたか？我が国民は全員戦う意志がある。全員です。で、国から逃げるのも、国民が逃げるのも制限しました。で、武器が足りない武器をくれ。言いませんでしたか、こう。一国の大統領が、その国民が全員戦闘員だと世界に向けて発信したらどうなりますか。その国には保護されるべき市民はいないってことを大統領が言うってことですかね。それを聞いた敵側、つまりプーチン側はどう思いますか。あ、そうねと思うでしょ。ロシア国民に対して言い訳できるでしょ。原爆を落としたアメリカみたいに。しょうがなかったんだと。全員戦闘員だから。国際法にのっとって市民を守るのが政治家の役目です。なんか日本でも徴兵制云々なんていう人がいますけれども。時代遅れです。実は、ウクライナでも、ゼレンスキーさんは徴兵制、制度としてはウクライナあるんですよ。実はこの戦争の前は徴兵制を撤廃する動き。そういうふうに向いてたんです、あの国は。なぜかというと時代遅れ。今言ったように、市民は動員されちゃいけない。それと、この頃の戦争ってのは使う兵器は昔とちゃうでしょ？ミサイルとか、ドローンとか。こういうものですよ。市民を動員されて、いっぱい動員されて、どうとかっていうわけじゃないんです。今本当にね、こういうことを分からずに、何か胸がすくんでしょうね。日本でも救助をなくして。みんなが国会のために戦うってことを子供の頃から分かるように徴兵制も必要なんじゃないか。僕はそういう動きっていうのは今の国際法が目指すべき方向性の真逆を言ってます。まあ口を慎めては言いません。まあ言論の自由がありますから。で、国民動員、必ずこれが起こられます。まさかこんな形で昔のオールドスタイルの国民動員が今回この現代において行われると、そういう意味では結構ショックでした。今ロシアも同じような動きですよ。お互いこれ、こう押し合いますから、こういう動きっていうのは。それに加えて、民間軍事会社、傭兵、どっちもやってあるでしょ。戦争は非常に複雑化してます。で、国民が動員されたとき、もしくは国のリーダーが国民を動員したいとき、戦えと、必ずある手法を使います。それが悪魔化です。あんなのに降伏したら、あんなのに捕まったら大変なことになる。家族が殺される。奥さんがレイプされる。だから銃を取れ。徹底的な悪魔化です。サイパン、玉砕も。それであります。これ、デーモナイゼーションって、デーモンですね。悪魔。一応専門用語があるんです。デーモナイゼーション。悪魔化っていう。必ずこれが起きて、悪魔化でもって国民は動員されます。この悪魔化について、警鐘を鳴らした偉人がおります。それが、これです。アーサー・ポンソンビ、英国人です。国会議員でした。第一次世界大戦。で、彼は、退官後、いろんな本を書いていて、その一つに、戦争プロパガンダ銃の法則ってのがあります。第一次世界大戦ですよ。今から言う、お見せする銃の法則が必ず権力によって使われる。権力が戦争をしたいとき、もしくは一度起こした戦争を継続したいとき、必ず使うプロパガンダの法則があると。それを驚く中でずっと繰り返し使われてきました。これを見ると本当に人類って、
教訓は学ばないんだなと思います。でも学ばなきゃいけません。いきます。一つ、我々は戦争したくない。敵が仕掛けてきたんだってことですね。皆さんも今回のウクライナ戦争はプーチンという狂った悪魔が去年の2月24日にいきなりあたかも火星人が地球に襲来するように始めたと思ってませんか。少なくともそういう風なプロパガンダがメディアで行われています。実は僕はもう15年防衛省の統合幕僚学校の高級課程ってところで教えてまして、自衛隊の先生なんです。僕を知らない指揮官はいません。もう15年やってますから。陸海空統合幕僚学校ですよ。防衛圏とも仲がいいです。だから皆さんこの中で救助の会の方がいるとしたら、僕はあちら側の人間なんですよ。多分長男も陸上自衛隊ですから。でも実は今日僕が皆さんにこれ講義することを実は15年間教えてるんです。戦争のメカニズム、逆に戦争を回避する方法で、この講座が失書されてます。特に維新の議員だったかな、維新の自民党の一部の議員が僕を下ろせっていう、ね、政治的な圧力をかけてるんですけど、統合幕僚学校の教官たちは僕の講座を失書してる。で、ウクライナ戦争はいきなり始まったもんじゃありません。その前に2014年から始まっているドンバス戦争、僕は内戦と言います。それについては後でおりおり言います。で、いきなり始まったもんではない。で、それを言い出すと今から30年前に逆らわなきゃいけません。 NATO の東方拡大、これ後で説明します。どんな悪魔にも火星人じゃない限り悪魔になる理由があるわけです。だって日本だって凶悪事件が起こったらみんなでこいつは死刑にしろと思いませんか。でも報道の良心、メディアの良心があるでしょ。それと法の良心がありますよね。鉄則何ですか。推定無罪の原則です。どんな極悪人であろうとも法の裁きが決まるまでは無罪なんですよ。でもみんな死刑にしたいと思いますよね。プーチンもそう思ってるでしょ。プーチンに対しても。でも一方でメディアは何が凶悪にさせたのか、生い立ちはどうなったのか、そういうことを考え始めるでしょ。怒ると同時にそこの部分がないと教訓は生まれません。未来に対する、じゃあ戦争が起きてしまった、凶悪事件が起こってしまった、じゃあ未来をどうするかってことを考えるときには、なぜこの悪魔が出たのかってことを考えなかったら、どうやって予防策を作るんですか。少なくとも学者はそうあるべきです。で、今は学者がそうじゃないのかびっくりしてるわけです。僕の同僚の学者も含めて。みんな、プーチン戦争犯罪者だ。戦犯法で開いて、あと死刑にしろ、みたいな。今、国際法では最高刑っていうのは死刑ありませんからね。終身刑ですから。そういう意味で言うと、日本の司法は野蛮なんですけど。我々は戦争したくない。はい、同じですね。敵が一方的に戦争を望んだ。敵の指導者は悪魔のような人間だ。我々は、領土や覇権のためではなく、偉大な使命のために戦う。これですね。これが来ます。今は何ですか？自由と民主主義のため。違いますか。アメリカもゼレンスキーさんも言ってますよね。ヨーロッパの元首たちも言ってますよね。だけどロシアって民主主義国家ですよ。それはちょっと違うと思うけど、我々そういう意味で言うと、で、ね、一党独裁がこれだけ続いてる日本は何なんですか。これロシアは北朝鮮とちゃいます。冷戦後、まあいいです、まあ、とにかく我々は今自由と民主主義のためで、今の戦況を見てください。ウクライナ東部、結局領土のためでしょう。我々にとってみれば、あの尖閣ってあのちっぽけな無人島、あれを取られたぐらいで人が死ぬんですかっていう話をしてるんですよ、僕。自衛官の前で。ちんけな問題であると。尖閣なんて。やんたっちゃいますよ、ほんとね。人類はね、そういう軽装置には共同試験を導入しようという知恵もあるんです、実は。これは北海道出身のね、国際連盟、事務次長だった、あのね、ニトベ、なんだっけ。そう。そう、ニトベ采配って国際的に歴史上あってて、つまり、まあ、ヨーロッパのね、あるところの係争地なんですけど、そこをまあ、お手打ちして、共同主権、両方のものにするじゃいいじゃないか、みたいな。両方で、共同で開発すればいいじゃないか、漁業資源、いろんなものがあるんだから。そういう考え方があるわけですよ、それ。少なくても。少ない例であっても。人類は捨てたものじゃない。なぜ救助を持つ日本がその先駆けとならないんですか。それは中国と日本を同一化するなんてそこまで言ってません。でも係争地であれば戦争するよりも一緒に魚を取ろうよと、油を取ろうよと、なんでそういうか、そういうことにならないんですか。それ一度安倍政権の前になったんです、実は。覚えてらっしゃいます？もう忘れてたろうな。いや、共同開発ってことが、尖閣沖、
ね、提携されそうになったんです一回。領土は争うもんじゃないです。これは難しいことかもしれませんけど、なぜ日本人がそれを体現しないんでしょう。はい、我々は意図せざる犠牲を出すことがある。だが敵はわざと残虐行為に臨んでいる。この辺になるともういわゆる大本営を発表、つまり一方的な情報しか流さない。で、まあ戦時中はそうなりますよね。それ紛争当事国にとっては、ウクライナ国民にとってはまさに当時の日本の状態だと思います。それはもうしょうがないとしか言えない。だけど我々の戦争じゃないんです。日本の戦争じゃないでしょこれ。なぜ我々までが一方的に片方の情報を遮断して一方の情報しか流さないんですか。我々の戦争じゃないんですよ我々。まだおかしいですこれ。まあいい続きます。敵は卑劣な兵器や戦力を用いている。本当敵だけでしょうか。さっき言ったジュネーブ諸条約には敵国の住宅地であるとか一般市民を殺すことはこれ戦争犯罪ですと同時に、自国の市民を盾に使うことも戦争犯罪なんですよ。戦争犯罪っていうのはジュネーブ条約が規定するのは交戦中に起こる違反行為ですよね。これに侵略者非侵略者の違いはありません。同等なんです。正々堂々と戦いなさいっていうルールですから、その中でやっちゃいけないことを決めてる。だから非侵略者だからといって戦争犯罪は犯さないっていうそういう前提はありません。じゃなかったら広島長崎どうしてくれるんですか。あれだけの一般市民の皆さん、だって先手出したら我々でしょ真珠湾攻撃だったら。アメリカがやったある非人道性戦争犯罪に対して文句言えないですか。わかりますこれ。国際法ってそうじゃないんです。非侵略者だろうが侵略者だろうが同等なんです。やっちゃいけないことにおいては。まあ続けます。我々の受けた被害は小さく、敵に与えた被害は甚大。こうやって戦争を伸ばそうとするわけです。第一次世界大戦の時に作られたんですよこれ。芸術家や知識人も正義の戦いを支持している。必ず使われます。まあヒトラーが一番有名ですよね。芸術、我々の大義は神聖なものである。じゃあ最後です。この正義に疑問を投げかける者は裏切り者である。仲間内の敵を作り始める。今僕なんかGoogle で石崎健治って入れてると、プーチンの手先みたいな、そんなこと言われる。冗談じゃないって、会ったこともないのに。ロシアなんて2回しか行ったことないです。これからアフガン戦争のことですけどもね。冗談じゃないです。で、物事を客観的に見ようというだけで、敵の見方をしろ。そこまで言っちゃってる。繰り返しますけども、自分たちの戦争じゃないのにです。ウクライナ情勢が日本に突きつけるもの、ここからちょっと本題に行きます。まずここです。この戦争が始まった時に、どっちもどっちなんてありませんでした。戦争は、まあ、喧嘩両成敗だからどっちもどっち。いやそうじゃない、プーチンが悪い。ウクライナちっちゃいでしょ、ロシアでかいでしょ、でこれどっちもどっちだって僕でも言えません。これをロシア対ウクライナっていうふうに考えたら僕でもどっちもどっちなんてとんでもないです。ウクライナがかわいそすぎます。でも僕はどっちもどっちだと思います。なぜかというとそのどっちもどっちの代名詞が違う。僕はこっちを言ってるわけです。だってプーチンはそれはゼレンスキーも見てるだろうか。もうプーチンが見てるのはアメリカなんですよアメリカが約束破ったから今回侵略したんだって言ってませんか。アメリカ NATO が約束破ったからこうなっちゃったんだって言ってませんか。プーチンはこっちを見てるんです。でもアメリカと NATO はロシアよりがでかいです。地上最強の軍団です。だからどっちもどっち、イエスエンドノーなんです。こういうふうに来れば、こういうふうに説明すればスッと落ちるでしょ。でもこういうふうに説明しないんです。自衛隊にもっと軍備を、防衛費を増やそう、日米同盟を強化せよっていう言いたい人はあくまでもウクライナ対ロシアの構造で皆さんに戦争を見せようとするわけです。そしたら僕でもウクライナかわいそうに決まってるんじゃないですか。後でお話しますけれども、こういう大国アメリカ対ロシアの狭間に立っているウクライナみたいな国、こういうのを干渉国家、干渉剤ってあるでしょ、プチプチ、ね、干渉国家って言います。でその NATO の話をします。地上最強の軍事同盟です。北太平洋条約機構、これが設立されたのは1949年、確か僕の生まれる3年前ですね。冷戦、東西冷戦、当時のソ連側にも同じもの、ワルシャワ条約機構だから軍団と軍団の、ね、冷戦だったわけです。で僕はウクライナに行ったことありません。ロシアもあちらの政府に呼ばれて2回しか行ったことがない。
その今回の戦争には全く関係ありません。関係ありません。だからロシア、ウクライナの専門家ではありません。で僕はこの NATO とアメリカと付き合ってきました。前のスライドで見せたようにこの戦争は NATO とアメリカも当事者なんです。というか NATO とアメリカが当事者なんです。だから今日は今からそっちの話をします。僕はこれをどう見てきたか。そもそも NATO って何なのかっていうことですね。で、僕はこの NATO と20年間付き合ってきました。20年間。今日まで。でもこの NATO が変容したのはその30年前です。つまり冷戦が崩壊した。東西冷戦がなくなっちゃった時、ベルリンの壁が崩壊し、覚えてますか ?1989年。で、特に僕が見てきた20年、それと冷戦後の NATO の30年を見ると、僕の表現ですけども、NATO にとってこの30年、冷戦崩壊後の30年というのは、自分探しの30年。なぜ自分探しかというと、何のために NATO ってあるのってこと。だって冷戦が崩壊したら、つまり敵がいなくなっちゃったわけだから、意味ないわけ。でもまだあるの。何のためにいるのかってことを探し続けて30年。今でもそうです。で、NATO とは何か ?NATO 憲章、すべては網羅しません。NATO が NATO たるゆえん、その意味を端的に表しているのがこの第5条。NATO 憲章の第5条です。これが集団防衛という。欧州または北米における1または2。まあ、北米っていうのはまあアメリカとカナダですね。以上の英国に対する武力攻撃を全体の攻撃とみなす。つまり一人がやられたらみんながやられたんだと思ってみんなで戦う。これが軍事同盟です。で、これは東京新聞から借りてきたものですけども、赤いラインが冷戦時の東西陣営の境界。現在の NATO のラインというのはこっちです。つまりこのラインは左から右に行ってるってことは、こっちが西でこっちが東ですから東に迫っちゃってる。ロシア、これロシアです。ウクライナはここにあるわけです、今。で、もしかしたらウクライナが NATO 加盟国になると、こういうふうに。これをプーチンは阻止したい。だから、侵略した。ですね。これが有名な NATO の東方拡大という。で、プーチンが怒ってるのは別にプーチンの味方するわけでは全くありません。僕プーチン嫌いですって言って、もしあんな男が日本の首相になったら僕は絶対銃を取ります。はい。自衛隊そそのかして、はい、クーデター絶対やります。僕そういうの、そういうのすごい得意です。20代からやってきたんで。オルグ僕オルグ専門家なんですよ。まあいいや。プーチンが言ってるのは、NATO は30年前に東方に拡大しない、つまり不拡大、約束したじゃないかと。でも30年かけてじりじりその約束破りをしてきたじゃないかと。その最後の最後の堪忍袋の尾が切れて、今回、ウクライナに軍事侵攻した。戦争じゃなくてね、スペシャルオペレーションですから、彼の場合はまだね、特別軍事作戦に及んだんだよというふうに言ってるわけですよね。これが、いわゆる NATO の東方不拡大の約束という問題なんです。それがあったのか、プーチンはあったって言ってるわけです。NATO 側、アメリカ側、あんなのねえよって言ってるわけです。どっちが正しいっていう質問を、一応僕国際政治学者ですから、これでもね、質問僕に来たら、僕はこう言わざるを得ない、さっきみたいに。Yes and no. なぜかというと、確かに、これゴルバチョフさんですね。今から30年前、ベルリンの壁が崩壊し、誰も予測しなかった。ってみんな驚いたわけです。で、その直後には、まさか東ドイツが崩壊し、その後には、ソ連自体が崩壊するなんて誰も思ってなかった。別に、ゴルバチョフさんはアメリカが仕込んだものでも何でもない。そういうリーダーが現れて、ソ連の中側から変わってきたわけですよね、これ。ペレストロイカ。懐かしい言葉ですよね。で、当時の西側のリーダー、アメリカを中心としたリーダーというのは、この一遇のチャンス、ゴルバチョフさんを大事にしたい。なぜかというと、あんなでかい国ですから、強硬派がいるわけです。今日のプーチンみたいな。そういう奴らに失脚させられたら困るでしょ。だから、ソ連の強硬派を手なずけるために、いろんな約束を、口約束をしてる。それが、公電となって残ってる。公電って公の電報。つまり、首脳会議があるでしょ。
あと秘書官たちがメモ取るでしょ、それをワシントンにロンドンにこう上げていくわけです。それが公電で言います。トップシークレットです、外交文書ですから。でもアメリカ、日本だけなのこれおかしいのは、全ての政府が作る秘密というのは国民の財産なんですよ。だって血税から作ってるわけですから、国民のものなんですよ、政府の秘密というのは。だけど秘密ですから公開しなきゃいけないでしょ。だから非公開にするのは例えば25年30年、である一定期間が経ったらこれを公開する。なぜかというと、もともとこれは国民のものだから、財産だから。これが民主主義国家の中の行政の一番大事な部分です。これが壊れたら行政が成り立ちません。これ皆さんに言ってるんですよ。これ日本で、日本で自衛隊の日報を焼却した、みんな一回は驚いたけど、それで忘れちゃってるでしょ。あれありえないんですよ、あれ。普通の国だったら行政の崩壊です、これ。だから日本人にこのことを、この重要さを説明するときは本当困る。とんでもなくひどいことなんです、これ。つまり行政の手で行政文書を、これはありえない。たとえ極秘文書であっても。で、そういう当時の公電の記録が今開示されてるんです。そういうのをアーカイブって言います。これはぜひ見てください。国際関係論で一番、多分トップ2ぐらいで入るかな。ワシントン DC の、ジョージ・ワシントン大学かな。そうですね。のアーカイブ。全部英語ですけど。これ見れますから。そこには本当に当時の西側の首脳がゴルバチョフさんを大事にすると。大事にするとか、どういうことかというと、ソ連の中にいる強硬派を手なずけるために、刺激しないために。つまりベルリンの壁が崩壊した、それに乗じて NATO がどんどんあっちが東方に拡大するとか、そういうことをしない。例えばこの文章の中ではポーランドを NATO 加盟国で絶対しないとまで書かれてます。今ポーランドは NATO 加盟国になっちゃいましたけど。で、一番極めつけは NATO の将来について、これも一つの安心材料ですよね。ソ連の強硬派に対しては、 NATO は自然解消するのが一番いい。全くゼロなのか、そうじゃない、ロシアも含むユーラシア大陸、ヨーロッパの全体の安定を目指す政治フォーラムに変身させようというビジョンまで語られています。これをプーチンは約束だと言っている。約束。でも西側はそうじゃない、確かにそれは東方拡大しないもんねって、アメリカの大統領ゴルバチョフさんがサインした文書なんてどこにもありません。そういう意味では約束はなかった。でも公文書という形の約束はあった。だからイエスエンドのなんです。よろしいですか。それでこの話をします。これは絶対忘れちゃいけない。なぜこの国のこと、アフガニスタンがこれに関係するかというと、多分ソ連を崩壊させたのはアフガニスタン戦争、冷戦時代のアフガニスタン戦争ですよ。僕が関わった 9.115 のアフガン戦争ではなくて、その前のアフガン戦争です。ソ連負けちゃったんですよ、アフガン戦争で。10年戦って、その直後ですよ、ソ連が崩壊したの。アフガン戦争はソ連にとって、アメリカにとってのベトナム戦争なんですよ。そのぐらい大きな戦争なの。それで負けちゃったんです。それが一回。このアフガニスタンにちょっと話をします。つまり冷戦中、1979年、ソ連アフガン侵攻、覚えてらっしゃいますか？モスクワオリンピック。こういうことしましたね。で、柔道の山下さんが、いや、僕たちは行きたいって言って、泣いてました。なぜソ連が侵攻したか。まあ、侵略です。我々は侵略だったんです。侵略者の国のがホストするオリンピックには出ない。今でもそうするでしょうね、多分ね。これは侵略だったわけです。でも当時のソ連にとってはこれは侵略じゃない。何だったか。はい。皆さんがよく聞く集団的自衛権の行使だったんです。集団的自衛権の行使。皆さん反対しませんでしたか、国会派の人。安倍政権がそれをやろうとして。あの集団的自衛権です。で、皆さんどういうわけか。個別的自衛権は9条が許すと思ってませんか。9条をどういうふうに読んだらそういうふうになるのかよくわかんないけど、そういうふうに解釈されてるんですね。国連憲章では、二つの自衛権が固有の権利として許されています。一つが個別的自衛権。もう一つが集団的自衛権。どっちも自衛権なんです。同じ。でも、日本との捉え方とちょっと違うのは、国際社会でいると、集団的自衛権の方が個別的自衛権よりか、ちょっと安全っていう気があります。なぜかというと、その後話しますけれども、個別的自衛権って自分がやられて、やられたら血が頭に上るでしょ、でやり返すでしょ、めちゃくちゃやっちゃうんですでも集団的自衛権だと一応相談するじゃないですか、誰かと。そういう考え方が実はするんです。で、それはその後のもう一つのアフガニスタンでそれがよくわかります。ちょっと説明します、その時にね。その時に、まあ、この時です。この時ソ連にとってこの侵略は侵略ではなく集団的自衛権の行使だった。どういうことかというと、アフガニスタン、この前の、これが写真が出る前に色分けした地図が出てきました。あれは民族の色分けです。多民族国家なんです、これ。
それぞれが武装し、誰が天下を取るか、戦国時代ずっとやってるんです、この国は。未だに、今はタリバンですけど。で、なんとかそれを統一しよう、平和裏に。まあ、平和裏じゃないですけど、実は。冷戦中ですからね、モスクワの支援を受けて、社会主義政権が立ち上がったんです。まあ、王政もその前に立ち上がってましたけど、それを破るような形で、社会主義政権です。この国を統一する、社会主義で。もちろん、ソ連の支援を受けてますよ、軍事的にも。そうすると他の部族は面白くないですよ ね社会主義だから嫌だっつって、で内戦になる。そしてその社会主義政権が危うくなる。そうすると助け求めます。どこに？モスクワです。でモスクワにとっては同じ社会主義兄弟分です。だからアフガンの社会主義政権の危機は社会主義全体の危機だ、集団的自衛権。そしてその社会主義政権も助けてくれと依頼をしている。もう集団的自衛権できちゃうんです、今の国連憲章だと。一応成り立っちゃうわけです。頼まれて兄弟を助ける。それに対して強大なソ連軍が来たわけですから、それに対して当然歯向かいます。こういう奴らです、軍閥たち。僕らはムジャヒディーンって言います。イスラムの戦士ですね、が赤い悪魔侵略者と戦う。なんか今と似てませんか？赤い侵略者と戦うんですよ、祖国のために。見てください、どう見てもこれ弱いでしょ、これ、こっちの方が。今のウクライナの日じゃないですよ。ウクライナは、皆さん知ってるかどうかわからないかもしれないけど、この戦争が起こる前から、軍事国家ですからね、あれは。だって中国に空母売りませんでした？で、ウクライナ軍事産業ってすごいんですよ。だって今、あのやり玉に上がっているミャンマーの軍事政権に軍事供与してたんですよ。軍事国家です、あれは、最初から。それはもちろんソ連のがでかいですよ。あ、それ、ロシアのがでかいですよ、それは。でもこれほどじゃない。見てください、この貧弱な、これ。痩せて、これがアフガンのムジャヒディンです。これが戦ったんです、ソ連軍と。ボッコボコにやられます、ボッコボコに。ソ連はほら空軍力があるから、ミサイル落とすわ、爆弾落とすわ、武装ヘリでこうやってやられるわ、ボコボコにやられるわけです。でもそういうボコボコにやられてるムジャヒディンたちを助けようとする人たちが出てきた。冷戦です。はい、アメリカです。中盤からアメリカが武器の供与をしだすんです。特にこれです、スティンガーミサイル。これでロシアの空軍力を封鎖し始めた。武装ヘリなんか落とし始めた。なんか似てません？今これの発展系のやつをまあアメリカ供与したんですけど、去年からこれで戦況が逆転するんです。この辺のことって一番端的なのは、僕のくだらないあの講義を聞くよりもぜひハリウッドムービー見てください。帰ったらトム・ハンクス主演のチャーリー・ウィルソンズ・ウォー、チャーリー・ウィルソンの戦争という有名な映画があります。面白い娯楽作品です。これを扱ってる。チャーリー・ウィルソンというのは当時のアメリカの上院議員で、国際問題なんか何にも興味なかったんだけど、たまたまパキスタンを訪れた。つまりその時戦争起こってますから、アフガニスタンの隣がパキスタンですね。パキスタンの側にアフガンの難民キャンプができてたんです。そこを訪れた。で、心を打たれた。で、なんとかこれをしなきゃいけないってチャーリー・ウィルソン上院議員は考えて、そこに CIA が飛びついて、アフガンのムジャヒディンに武器支援を大量にしようというふうにアメリカが動くわけです。このスティンガーミサイルを加えて、膨大な軍事費がアメリカから。アメリカ兵は一人も戦ってない。でもムジャヒディンを応援する。でもそのムジャヒディンは自分たちの祖国のために侵略者に抵抗しているムジャヒディンを応援する。こういうのを代理戦争と言います。プロキシオ。今国際政治学でも冷戦時代の代表的な、冷戦時代というのはご存知のように、ソ連とアメリカが、双方がやったわけです。いろんなアフリカとかいろんな国で、アジアとかいろんな国も代理戦争を。で、一番有名な代理戦争がこのアフガン戦争です。だから、これは定着してるんです。これこそが代理戦争って言って、代理戦争。ところが、今、ウクライナ戦争が代理戦争だというと、違うっていう学者がいるんです。というか、その学者が、日本人の学者、僕、いろんなところで国際会議出てるけど、こういう問題に直面するのは日本だけです。学者が、そんなことはねえって言うんです。代理戦争なんかじゃねえって言うんです。別に、ウクライナの人々は、アメリカの代理として戦ってるんじゃなくて、自分たちの祖国を守るために戦ってるんだ。代理戦争なんて言ったら失礼だって言う。僕が言ってるのは、みんな祖国のために戦うから代理戦争なんです。わかるかな、これ。そういう人を応援する、他の主がいるわけです。その構造があるかぎり代理戦争なんです。ウクライナの人に失礼です。じゃあアフガン人には失礼じゃないんですか？アフガン人がやる抵抗より白人であるウクライナ人がやる抵抗の方が高貴なんですか？
そういうのを人種差別と言います。ふざけてはいけません。ウクライナ戦争は代理戦争です。全く同じ構造です。今回のプーチンも何でした？開戦の理由は集団的自衛権でしたでしょ？ウクライナの東部の親ロシア系の人たちがいじめられていると。これも諸説がありますけど、まあ、分離独立運動が起こっているのは確かです。それが危機に、それを助けるために、その運動を承認し、これもちょっと勝手ですけど、やり方が。それに、そういう人たちに依頼によって腰を上げる。集団的自衛権という言葉を使いました。国連憲章51条の集団的自衛権なんです。で、今、ウクライナ戦の戦況を決めているのは何ですか？アメリカを中心とする NATO が供与する武器です。それなしでは戦えません。同じでしょう。なんでこっちが代理戦争で、こっちが代理戦争じゃないんですか。代理戦争と呼ぶと失礼？じゃあアフガン人に対して失礼じゃないですか。それもこの貧弱、これ貧弱さ見てください、これ貧弱さ。一生懸命どころじゃないですよ、これ。まあ、今、ウクライナ人も、の人々も命を懸けて戦ってます。僕はしないでしょうけど、たとえ日本のためでもやりません、僕は。あんなことは。でも本当に死に物狂いで戦ってます、ウクライナ人。多分当時のアフガン人は、その死に物狂いなんだけれども、どっちも、多分それの3倍、4倍、10倍ぐらいの、だって、こんな貧弱な武器しか持ってない。で、ソ連を任しちゃうわけです。10年間かけて。だからアメリカは、代理戦争、一回成功してるんです。この数年後、ソ連が崩壊するわけです。だからこの後、同じこの、ムジャヒンたちを僕は相手にするんですけど、これから話しますけれども、よく彼らとね、まあ、アフガンであんまり酒飲まないんですが、まあ、親しくなってくると、ね、大体みんなね、この、上の方の位の人たちは、ソ連で軍事訓練を受けてるんです。冷戦時代に。で、ソ連を崩壊したのは、俺たちだって言ってますから。アフガン人のおかげだと。ソ連を崩壊したのは。崩壊させたのは。だからどうつってことはないんですけど、別に。そして、何が起こるか。あ、こいつらが軍閥です。もともと仲が悪いんです。こいつらが天下取りばっかりやってるから、共産政権ができるわけです。いいですか。まだ生きてますよ、こいつら、数名。今、世代代わりしてね、してますけど。こういう奴らを軍閥と言います。で、アフガニスタンは、ソ連が出てった後、平和になったか。逆です。その通りなんです。またこいつらが内戦をしだしたんです。で、対ソ連戦よりも、もっと多くの破壊と殺傷が起こった。こいつらによってまた始められた。こいつらの共通の敵がいるとまとまるんです。で、共通の敵がいなくなるとまた内戦する。で、国が荒れます。また荒れます。それを何とかしようという、また勢力が現れました。それは、もう、もはや共産主義ではありません。こいつです。村、オマール、オマール氏。村オマールって言うんですけど、タリバンです。国が荒れに荒れ、腐敗し、社会が腐敗し、どうしようもない。それを、イスラム教という宗教に乗っ取った、政教一致の清い社会を作ろう。これがタリバンの動機です。腐敗のない。これが一番、タリバンのキャッチフレーズ。純粋な。神に支配される国を作る。これがタリバン運動だったんです。というか、イスラム版ロビンフードだったんです、最初は。で、これが支持を得てくる。民衆がこっちの方に、帰依を押し出す。もちろん民衆の帰依だけで政権は取れません。それを手伝う人が他にいます。アメリカが、今回はアメリカじゃなくて、隣の国のパキスタンという国なんですけど、その辺の話をするとまた地政学上の話になって、1時間伸びちゃうんで、割愛します。でも、タリバン運動がでかくなって、ほんと数ヶ月、じゃあね、数年でアフガン全土を把握するようになる。で、タリバン政権が樹立される。ですね。そして、この、ソ連と戦ったムジャヒディンの中、このアフガン戦、冷戦時代のアフガン戦には、もう一つの落とし子があります。ムジャヒディンの中に、ちょっと変な奴が混じってたんです。ムジャヒディンってのはアフガン人です。アフガン人じゃないムジャヒディン。つまり義勇兵がいっぱい世界から、それもお金を持っている。サウジアラビアとか、ああいうところです。その一人が、はい、オサマ・ビン・ラディンだったわけです。だからみんな、アメリカに支援されたんですよ。ビン・ラーディンも、アメリカの産物なんです。この冷戦時代。そのビン・ラーディンがアメリカに牙を剥くわけです。皮肉ですね。9.11。2001年同時多発するんです。